こうします、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 はい、ここで T スピン決めます。 T スピンです。ミスりましたけど、どうですかこれ。これミスってますね。これどうですか。ちょっと待って、はいはい、いやだー、待って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 、ねえもうさっきからさ、もうバーの入る位置よ、バーの入る位置失敗しまくりなんだけど、ありえないわ。なんですのこれは。もうテトリスミノが、アイミノの入る位置がこれいけませんわ。本当にずっと、もう久しぶりに大パンしましたわ。え、花を咲く白のごとくの帯込みについて何か話せることってありますか。ありますわ。私なんとこの度初めて漫画の帯コメントというものをさせていただきましたわ。花は咲く修羅のごとくというとっても面白い漫画ですわ。ぜひ皆さん買っていただきたいと思っております。私なんで、何で読み始めたんだろう。もともとね、このお仕事をもらう前から私これ読んでて、でツイートもしてたと思うんだけど、何々っていう漫画の何の先輩がめっちゃ可愛くて最高みたいな、何がきっかけだったのかな、思い出せない。入らない、一回入らない、一回よいしょ。でもともと読んでて、で続きが気になってたんですよずっと。でしたらなんか花は咲く修羅のごとくの帯コメント書いてほしいですみたいな案件来て、うわーマジ好き、その漫画好きなやつって喜んじゃった。多分ツイート見てくれてたのかなと思って、担当さん誰だかわからないけど、誰がスイちゃんに その仕事を振ろうって考えてくれたのかわからないけど、ありがとうございます、嬉しいです。初めての帯コメントとっても嬉しかった。そしてなんかちょっと頭良さげな文章にしたいなと思ってさちょっと頭良さげな文章にしたいと思って結構頑張って練ったんですよ、限られた文字数の中でね。スイちゃんはね、違うんですよ、語彙力はありますから、皆さん勘違いしないでほしいんですけど、実は語彙力あるんだけど、こう何かパーッと パッとこう何かをね言おうと思った時に、例えばインタビューとかの時にね、こう言葉がね、なかなかうまい言葉が出てこないっていうのがスイちゃんなんですけど、なんでまあね、熟考する時間があればね、そりゃかっこいい言葉の一つや二つ、三つや四つ、それ浮かんできますよと、頑張らせていただきました。どうでしたか帯コメント、どうでしたか、どうでしたか、引き出しが多すぎる、そう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 、はい、上手なことを言いましたね。イノタクイヤいや違うの、ほらだってイノタクさん、イノタクさんの監修のイヤホンに関しては、なんか何を書いたらいいのかが分かんなかったのなんかサンプルとかもなくて、とりあえずこれ使ってみて、なんか記念コメントくださいみたいな感じだったから、で何文字以内でみたいな感じだったから、なるほどねと思って、なんかこうなんだろう、どんなことを言ったらいいのか分かんなくて、じゃあとりあえず自分の曲と井の拓さんの曲の宣伝と宣伝と、あとはまあなんかこういうシステムがすごい新鮮でしたみたいな、なんかまあスイちゃんはだってさ、音楽用語わかんないから、なんか音楽用語で語ってもなんか薄っぺらいなと思って、なんかそういうシステム面でのねレビュー多めになったんですけど、やばい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 、ミスったな、ミスったな、あーミスったな、あーミスったな、生き助かる